はい、ではフェデリカ無料でレベル120に向けてどうしていくかということをお伝えしていきたいと思います。まず今現在フェデリカの方はレベル99まで行って死樹が96枚あります。でこちらをどう無料で死樹を400まで持っていくかということなんですけれども、まあ、ハードクエストですね。ハードクエストは今現在私は例えばエンゲルベルトとかこういったものを取るよりもうすでにまあレベル99までいってるものを取るのをおすすめいたします。でこちらで400枚集めればまあ無料でレベル120まで持っていけるんですけれども、いろいろとお得なことがあるのでそちらも説明していきたいと思います。でフェデリカ、まあ、こちらをまあちょっと回ってみたいと思うんですけれども、こちらを今回るとこういう形ですね。現在の仕様だとソウルメダルももらえます。でフェデリカの指示ももらえます。なのでソウルメダルがお得にもらえてるということですね。でソウルメダルの方がこちらになるんですけれども、まあこちらでかけらをさらに交換していくことも可能です。で例えばですけれども、ここで例えばジザ、こちらもレベル99になっていて、まあ、今フェデリカがないのでジザでちょっと説明してるんですけれども、ジザを1枚交換する前に今ソウルメダルがですね628枚ですね。まあ、先ほどのでも1枚増えてると思うんですけれども、628枚がまあフレンドメダルの方でもいいんですけれども、まあどちらでもこういうものを1枚交換しますね。そうするとソウルメダルも1枚手に入ります。でもちろん死樹も入ります。で628枚だったものが629枚になります。でまあこちらのビネラとか見ていただくと分かる通りソウルメダル5枚で、まあ、1つ死樹がもらえることになります。ということはですね、ジザをまあ5枚交換すると1枚死樹が取れることになるんですね。なので 20% レベル99にしたものをやれば得ということになります。まあフェデリカとかを今残り300枚ぐらいだと思うんですけれども、まあハードクエストまあ1日2枚取ってまあ150日ぐらいですかね。あとは今かなりギルドメダルとかフレンドメダルって割とかけら交換してる人多いと思うんですけれども、かなり取りやすくなったのでこういったところで集めていくと、まあ、かなり早い段階で400枚貯まると思います。まあ一応ハードクエストの方はギルガメとか破滅のシテルはかけらの価値が、まあ、1枚100原動石、まあ、倍になるので、まあ、こちらは集めたい方は集めるのもお得かと思います。であと兵舎ですね。兵舎の方は、まあ、こんな形ですね。まあ限定ユニットを入れています。
まあここにもね、あのフェデリカとかそういったものを入れてももっと早く集まっていいとは思うんですけれども、まあやはりフェデリカだけじゃなくて限定キャラとかもちょっと欲しいかなっていうところでやっています。でまあ動画でまあ割と新キャラ必要なくて旧キャラ育てることも進めたりしたりしてるんですけれども、まあそちらを進めてる理由がですね、僕が心配しているのは、まあ無課金や微課金の人がまあ楽しく続けられるためにどうしたらいいかということで提案しています。まあ正直まあ新キャラガチャ引いて600枚かけら集めて、さらに指示400個集めるのはかなり厳しいと思います。無課金微課金の人にとっては。でまあこういった人たちがまあ楽しく続けられるっていうのはとても僕はいいことだと思うので、まあこういう動画作ってるんですけれども、でまあ集金体制としてはまあ新しいガチャ引いていっぱい課金してっていうのがいいのかもしれないんですけれども、まあこの旧キャラの EX ジョブ化っていうのはまあもちろんチートでも何でもなくて、運営が旧キャラ EX を進めています。でそれ提供されたものをまあ僕なり旧キャラ楽しんでる方がいらっしゃるっていうことだけですね。でまあ無料でまあレベル120までいけるようなシステムになってるんですけれども、まあ集金に関してはまあ運営の方はプロなので、まあいろいろな手段でこれからも集金されていくと思うので、まあ、特段ユーザー側が心配することもないのかなと。まあこういった旧キャラ育てる人もいれば新キャラもちろん育てる人もいて、で旧キャラ育ててて、まあ原動石が溜まってくれば新キャラ引いてっていう流れになってくると思うので、まあそんなに心配することはないのかなと僕は思っています。まあなのでこれからもまあ旧キャラ、まあ新キャラがねもちろん緩和されて育成しやすくなったりとか原動石が溜まったりとかしてくれば新キャラももちろん狙ってどういった育成方法がいいかなっていうのをお伝えしていければいいかなと思っています。まあ現状無課金微課金の人にとってみればまあ今のこの旧キャラ EX ジョブ化っていうのがまあ一番強くなれる方法だと僕は思っています。ではよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではご視聴ありがとうございました。